僕の名前は屋敷博雅。三重県の高校に通う高校2年生。勉強に部活、高校生活を謳歌している。でも、そろそろ卒業後のことも考えなきゃ。大学には行きたいけど、気がかりなことがあって。はあ、来年は3年生か。高校生活ってあっという間やな。学校に空手部作ってほしくて、柔道部に道場貸してくれってお願いしに行ったら、最終的に柔道部に入れられたな。卒業したら大学に行きたいけど、うち母子家庭でちょっとお金ないしな。国立行けって言われとるけど、奨学金やったら私立にも行けるんかな。でも奨学金っていろんな種類があるって聞いたけど、僕ってどれに当てはまるんかな。やひろ。え、やひろ。うわ、びっくりした。え、誰。やあ、やひろ。やめてください、やひろって。あの、僕が高校時代マジで言われてたあだ名。うん、誰ですか、あなた。私、進学応援委員会のゴリエダと申します。ゴリエダ。え、僕ガチで高校時代ゴリエ踊ったことありますよ。それはゴリエの話ですよね。はい、私はゴリエダと申します。ゴリエ、ペコリー、ペコリーって言ってる。嬉しい。話を始めます。はい、ヤヒロ君のように大学に進学したいけど、家庭の事情やお金の事情などで大学に行くか悩んでいる方に、奨学金制度について説明する案内人をやっております。案内人。うん、ヤヒロ君も言ってたけど、奨学金制度にはいろんな種類があります。それについて説明するけれども、その前に奨学金はいつ申し込めばいいか分かるかな。確かに、そう言われるといつか分からないですね。奨学金の申し込み方法は大きく2つ。進学前に申し込む予約採用と、進学後に申し込む在学採用があるんだ。予約採用は、高校3年生になった春に通っている高校から申し込み書類をもらって手続きをしてください。在学採用は、進学後に在学している大学や専門学校を通して申し込みます。予約採用、在学採用とも、奨学金の申し込みの説明会などで申し込み関係の書類を受け取り、学校が指示する期限までに手続きをしてください。やひろくんは高校生なので、ここからは予約採用について説明するね。では、そもそも奨学金を申し込める人はどんな人でしょうか。え、どんな人。予約採用で奨学金を申し込める人は、大学や専門学校に進学の希望を持っている人で、本年度3月に卒業予定の人、または卒業後2年以内の人です。外国籍の人などは、永住者であるなどの要件があります。詳しくはホームページなどで確認してください。僕は来年の春になったら申し込めるってことですよね。そう。そして奨学金を受けるには、学力、そして家計の2つの選考基準があるんだ。そうなんですね、わかりました。続いて、やひろくんも悩んでいた奨学金の種類を説明するね。お願いします。奨学金には大きく2つの種類があります。うん、1つが原則として返さなくていい奨学金、つまり給付奨学金。そしてもう1つが返す必要がある奨学金、つまり貸与奨学金です。え、返さなくていいのもあるんですか。そうなんだ。まずは返さなくていい給付奨学金から説明するね。給付奨学金の対象となるのは、住民税非課税世帯とそれに準ずる世帯の人で、一定の成績を収めているか、または進学先で学ぶ意欲があることなどです。また令和6年度より、多子世帯または私立理工農系に当てはまる人は、さらに対象が広がりました。対象者は、経済状況によって第1区分から第4区分のいずれかの支援区分に認定され、区分によって毎月支給される金額が異なります。この給付奨学金ですが、就学支援新制度として、授業料、
入学金も減免されます。すごい。授業料も少なくしてくれるんですか？うん。ここで気をつけていただくことを紹介します。給付奨学金は国または自治体の確認を受けた大学や専修学校などが対象となります。対象となる学校は文部科学省のホームページで確認してください。また奨学金支給期間中は本人の学習状況などについて学校が定期的に機構に報告します。学業成績が不振などの場合は奨学金の支給が止まることがあります。さらに毎年10月には経済状況に基づき支給額の見直しを行います。続いて返還を必要とする貸与奨学金です。貸与奨学金は利子のない第一種奨学金と利子のつく第二種奨学金と2つあります。それぞれ毎月振り込まれる金額も異なります。学力基準は第一種奨学金、第二種奨学金それぞれ申し込みの時まで成績が基準を満たしていることが条件となります。家計基準はご両親など生計維持者の年収などが基準額以下であることです。ここで気をつけていただくことを紹介します。貸与奨学金でも貸与期間中は本人の学習状況などについて学校が定期的に機構に報告します。学業成績が不振などの場合は奨学金の振り込みが止まることがあります。なるほど。親に聞いてみないとわからないところもありますけど、僕も利用できそうですね。いろんな種類があるから確認してね。説明は以上です。どうだった？いや、いろいろと分かりました。僕も大学進学を諦めなくていいんですね。もちろん。じゃあ私はこれで失礼するよ。はい。明るい大学生活、君ができたら喜び。あー、嬉しい嬉しい大丈夫ですか？足ぶつかってましたよ、すごい。まあ、僕もこの奨学金のおかげで、大学まで行かさせていただくことができました。そして、まあ、芸人になってですね、こう最初こうお金がなかったので、若手の時はこう返還するのがねちょっと大変な時に事情説明して待ってもらったりしたので、すごく感謝しております。こう進学とかでねこう悩んでいたり迷っていたりする方もいると思うんですけども、ぜひねこの奨学金というものでこう可能性が広がることもあると思いますので、皆さんぜひ、参考にしてください。お願いします。